どうも、ホリック TV の浩平です。今日はですね、ちょっと大事なお話があります。はい。で、ちょっと先に言っとくと、今回はドッキリとかじゃありません。前回ね、ちょっと深刻そうな動画を上げてね、実はドッキリでしたっていうやつがあったんですけど、今回はドッキリじゃなくてガチです。はい。で、サブチャンでね、動画をちょっと最近アップしてたんで、そっちの動画ね、見てくれてた人はもうご存知かと思うんですが、このメインチャンネルが最近ね、また、アカウント停止になりまして、1週間アカウントが停止してました。で、まあ、その間はいつも通りね、メインチャンネルが停止中っていうのはサブチャンネルの方でね動画をアップしてたんだけど、まあこっちのねアカウントが昨日復旧しました。昨日の夜で、今までだったらいつもはねメインチャンネルがアカウント停止になったらサブチャンで動画をアップして、でメインチャンネルのアカウントが復旧したらまたメインで動画をアップするっていう感じにしてたんですよ。なんですが、ちょっと今回はねちょっとどうしようかなってね、停止中にいろいろ考えてて、で一旦ねこのサブチャンネルの方を軸にしようかなとも思ったんですよ。でまあ一回サブチャンネルの方にね最近の動画っていうのを映してたんだけど、でもやっぱこのメインチャンネルでね活動を続けていくっていうのがまあ一番ベストなのかなと思って、ただ今までとね全く同じやり方っていうのができないんで、これからはメインチャンネルとサブチャンネルを併用していこうかなと思います。今のとこはですけど、今のとこの考えとしてはメインとサブをね併用していこうかなと。で、これなんで併用していくかっていうと、まず、メインチャンネルの動画に関しては今まではね、動画の概要欄にいつもね紹介した商品の、商品ページのリンクっていうのを貼ってたんですよ。その概要欄のリンクをクリックすると僕が作ってた、ブログのね商品ページに飛んで、でその中のリンクをクリックすると、電子タバコの商品ページに飛べるっていう感じにしてたんですよね。ただそれをねメインチャンネルに関してはちょっとやめようかなと思います。で、メインに関してどうするかっていうと、まあ、動画のね概要欄に、リンク、商品ページのリンクを直接はもう貼りません。その代わりにツイッターのリンクを貼ってます。で、まあ今までだったらね商品リンクを押せばね商品ページに行けたんだけど、これからはまあねこの商品気になるなとかっていうのがあったら、まあ動画の概要欄にねツイッターのリンクを貼ってるんで、そこからね僕のツイッターに飛んでもらって、で、僕のツイッターでいつもね、毎日アップしてる動画のね、ツイートっていうのをしてるんですよね。でそのツイートの中にね、僕のねブログに飛べる、リンクっていうのを追加してます。はい。なんでまあツイッターを見てもらえるとね、まあ商品ページっていうのが見れるように、なってます。なんで今までは僕の動画と商品ページの間に僕の作ったブログのねページっていうのがあって、これがワンクッションあったんだけど、さらにここにツイッターが入るっていう感じで、僕の動画と商品ページの間にツイッターあってブログがあって商品ページっていうねツークッション入る感じになりました。はい。なんでね、まあ、こう商品ね動画見てねこの商品欲しいなと思って買ってくれてた人にはねちょっとね手間が増えてしまうんですが、そういう形にねやり方を変えました。ただね、まあ、ツイッターなんでツイートしていくとねどんどん古いツイートっていうのが流れていってしまうんで、過去の動画っていうのはちょっと遡らないといけなくはなるんだけど、まあとりあえずまあ最近の動画に関してはねツイッター開けば、まあすぐにね出てくるようにはなってるんで、まあ割と直近の動画とかだったら商品ページとかもね探しやすいんじゃないかなと思います。はい。なんでまあメインチャンネルに関しては、ツイッターも挟んでやっていこうかなという感じですね。であとはね動画の概要欄にこの商品のね詳細は、ホリック TV ブログで検索してねって書いてるんで、まあそんな感じでねホリック TV ブログで検索して僕のブログが出てくるんで、でそこからね今まで通りの商品ページを、まあ探してもらうっていう感じになります。なんでまあホリック TV ブログでこの商品名みたいな感じで検索かけてもらえるといいかなと思うんですけど、まあそれで だとねちょっとこうややこしいというか、まあ検索するのが大変だっていう人とかはね、まあツイッターの方が、いいのかなと思うんで、まあツイッターやってない方とかはねアプリダウンロードして僕のアカウントフォローしていただければ、まあ概要欄からねツイッター見れるようになってますんで、まあそういった形でね見てください。でサブチャンネルに関してなんですけど、サブチャンネルにアップする動画は、もうそのままねリンクを直接貼ってます。ツイッターとかねブログを挟まずにリンクをね商品ページのリンクそのまま貼ってます。はい。なんでまあサブでアップした動画に関してはすぐ商品が見れるけど、メインだとツイッターを経由しないと見れないっていう感じになってます。はい。なんでまあこれでねまあちょっと今までとやり方が変わるんで、まあいつもねメーカーさんとかショップさんからねレビュー依頼をしていただいてたんですけど、まあそのメーカーさんとかによってはねまあ直接ねリンク貼ってほしいっていうところもあると思うし、もしくはもう直接ねリンク貼らなくていいからメインチャンネルでやってほしいっていうね、意見とかもあると思うんで、その辺はね、メーカーさんとかショップさんと、相談してどっちのチャンネルでアップするかっていうのを決めていきたいなと思います。はい。なんで一応、まあサブチャンとねメインチャンネル両方登録しておいてもらえたらなと思います。サブチャンのねリンクホリック TV2 っていうねチャンネルがあるんですけど、そのチャンネルのリンクはね動画の概要欄に貼ってるんで、そっちからね登録の方よろしくお願いします。はい。なんでまあメインチャンネルに関してはね今まで通りのやり方ではないんで、まあおそらくねこれでアカウント停止は大丈夫
夫なんじゃないかなと思います。なんでまあそういう形でねやっていこうと思いますんで、まあ視聴者の皆さんにはねちょっと手間を取らせてしまうこともあると思います。でメーカーさんとかねショップさんにもご迷惑をおかけすることもあるとは思いますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。はい。でまあこれね今回のアカウント停止でねホリック TV がなくなるんじゃないかってね心配してた人もいるかもしれないんですけど、まあホリック TV がなくなることはないんでね、必ずどこかしらのチャンネルで、まあ、どこかしらの媒体で必ずやっていくんで、なくなるんじゃないかっていう心配はねしなくて大丈夫なんで、安心していただけたらなと思います。はい。ということなんでね、まあ、これからはメインチャンネルとサブチャンネルそれぞれでね、まあ、ちょっといろいろ考えながらね、様子を見ながら動画の方をアップしていきたいなと思いますんで、今後もねよろしくお願いいたします。はい。ということで今回は、今後の活動についてでした。じゃあまた。